こんにちは。2019年11月21日木曜日10時22分のドル円相場解説をしていきたいと思います。はい、これは4時間足です。昨日ですね、僕はこの辺りでね、こう下がっていくんじゃないかなと思って売りでちょっとエントリーしてみたんですけど、そうしますとですね、このヒゲビョーンとこう伸びて、こうロスカットを食らってしまいました。ということでね、なかなかこう難しい、今ちょっと横ばい状態なのかなと思っています。ちょっとね、無謀なエントリーだったんですけど、ちょっとね、デイリーを見てみます。こうね、こう以前引いているこのウェッジをこうね、抜けてきたのと、さらにまたちょっと4時間に戻しまして、こういう風なチャンネルをね、引いて、その中でね、こう、下がっていくんではないかなと思って見ているんですけど、今ね、ちょうどですね、このチャンネルにしてもですね、このちょうど中間点なんで、こう、ちょっと入るには、こう、厳しいかなっていう部分と、このウェッジの下のこのラインですね、これを、抜けてきたんですけど、抜けていった戻って、ここから売りで入ればよかったんですけどね、もうちょっと手遅れなので、ちょっと見守っていくしかないかなという段階ですけど、もう一つちょっとね、考えられるのが、このチャンネルラインをここに持ってきて、ね、この中間点ぐらいに持ってきて、ここからの反発で、買うっていうのもありなんですけど、ちょっとね、僕はね、この大きく見てるので、一旦ここまで下げてから買うなら買っていきたいかなと思ってますんでね、今ちょうど中間点に当たる部分なので見ているしかありません。ということでね、今週はどうもね、僕は入れそうな感じはしませんので、引き続き、こう、相場を見ていくっていうことになりそうです。ということでね、方向性が定まらないので、まあ、ちょっと見ていきたいと思います。はい。では、ということで、また放送したいと思います。では、失礼します。